はい、皆さん、こんにちはと。えー、担当論文速習コースのね、え、ダンスというところで、軽くですね、コースの案内について説明させていただきたいと思います。担当は、レクセン2コースの弁理士の方です。皆さん、こんにちは。はい、えー、この担当論文速習コースっていうのはね、一体何なんだどんなコースなんだということなんですけれども、まあ、秋からね、まあ、秋から目指したとしても、まあ、来年の弁理士試験に、まあ、できれば、可能であれば、担当論文講述とね、こう一発で、 通るというのは目標にやっていくとただまあ、そうは言ってもねやっぱなかなか難しい試験ですからそこについてはねちょっとうんまあじゃあ本当にね大丈夫かなと思うとかあると思うんですね特によくご質問いただくのが担当の勉強だけした方がいいのか担当の論文をやった方がいいのかっていうところなんですよねで基本的にはこれね弁理士の試験ってまあ確かに担当論文講述って分かれてるんですけどそれはね切り口を分けてるだけなんですよそう で勉強というのは実はこれねバランスよくやった方が力がつくんですねでイメージとしては担当というのはこう、ね、点の勉強なのここ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 ってそれに対して論文というのはこう線というかな、うん、あのこう一本例えば制度として、まあ、審査とか、ね、審判信頼とかっていうのを制度で連続的に見ていくということは担当の勉強というのはどうしても点でなりがちなのでこう穴が開いてしまうんですけどそこをきれいに埋めていくんですね でこの講座はさらにその線の講座を横に広げる面にも広げていくっていうことをやっていくような講座です。一体何なんだということでちょっとコースのね概要を使って説明していきたいと思うんですけどよいしょっとちょっとねここ黒くなっちゃってますけれども。 ちょっと私が立てるようにねこう黒くしてるようなイメージなんですけどでこう全体的なこれがね、えーとまあ、講座のメインということになっていきますとでまず最初は基礎力セットアップ講座って、まあ、いわゆる入門講座にねこれは近いような意味なんだけどここでまず基本的なそれがすごく大事です。でそれを掴んでそれをつんで各法律の制度のイメージね特にねよくあるのはこれ法律なんかやったことないよ。 ね、あんなの分かるのかなと思うかもしれないんですけどそれは大丈夫ですみんなね便利士の試験ってねそうしたのが多いのようんやっぱりどうしてもね技術とかは分かってますとか言ってますけど法律について詳しいですって人はねそんなにいないので心配しなくていいですそれからあともう一個よく質問いただくのも特許とか全然ね実務ではやってない。 事務所に勤めてるわけでもないだからそんなんでも分かるのかなってなるんですけどそれも大丈夫です今ねそういう人が多いんですねで一応私の方は普段事務所でいろいろ仕事をしてますので、まあ、あの実務っていうかね仕事だとこんなこと使えますよなんてね話をしていきながら勉強と、まあ、その後のですね合格後のイメージはくっつけてもらおうかなと。 じゃあやっぱりね楽しくないですよね勉強って覚えるだけだと。うん、で私自身があの勉強そんな好きじゃないですし、まあ、覚えるのも苦手なんでね。と、うん、いうことはやっぱり皆さんにあんまり覚えてくださいとかいうよりかはどちらかと理解をしていっていただきたいと。であとはやっぱ楽しくね。 うん、やってってていいくととうのが一番大事かなと思ってますでそのまあインプットの講座やってもらったらここでね両方分かれてきますまず一つ目この担当会を習得講座とでこれはどういう講座かっていったらず,ず,ず,ずっズずとねこここれ4法なのですねこれ「主要4法」って16回って書いてありますけどさっき言った特許実用試算一生商標っていうのをこちらでまずベースねベースで押さえていただいたら今度はその4法をもう平行立気になってっちゃいます時間ないからさ。 うん、だから特許やります衣装やります商をやりますって、まあ、大体ねこの法律が便利者は重要なんですけれどもそれって一個一個やっていくと最初の頃忘れちゃうわけよ商標言ってる頃に「あれ特許何だったっけな」ってなっちゃうわけなのでもう特許と衣装商標をね一気に見ていくだ同じ審査なら審査で拒絶理由とかってあるんだけども例えば拒絶理由ってねあの特許衣装商標共通してるのねだそういうところは共通してるところは共通で抑えてであとは何が違ってるのかってところを中心にやっていくということになります でイメージとしては大体このまあ2つの講座ですねここがあのメインの核になっていくというか、うん、になっていきますでプラス合わせてこっち通信ってなってるんですけどこちらはねウェブで提供している講座になります論文書き方講座論文ユニット講座論文スキラップ講座論文スキラップ講座は過去問ですで私ね便利試験の勉強はもう過去問至上主義です過去問出てるところを優先してやる例えば今年令和5年の問題も非常に難しかったです問題も長かったしね ああもうねもう受験生やっぱりみんなで動揺するわけですよだけど過去問を実はしっかりやってるとちゃんと論点を拾えるはずなんですね。と、うん、いうことを考えると必ず過去問からやってった方がいいですだって過去問出ることのやっぱ優先結局みんながね勉強してるのって過去問出ることだからで実は論文に関しては過去問をベースにやっていただくっていうのが基本的で,でこれは1回1時間ですね。 の講座で要するにに隙間時間時例えば家帰ってから見れるとかだから平行して勉強できるような仕組みになっています。どうしてもね、あの生とかまあ通信で、まあ、通常の3時間の講座ですとちょっと長いんでね。だからメインの担当、でも担当の講座の中でも私自体は例えば制度の趣旨とかそういうのを話しますから私の中は、ね、あまり担当とは論文だってわけでないの。あくまで特許は特許の勉強、商標は商標の勉強、もっと言ってしまえばその産業財産権、知的財産権の勉強ということで、えー、分けていただければいいんじゃないかなと思います。で 最終的に最後ですね、この担当ファイナライズ講座っていう、まあこれ今年ね、えー、追加した講座なんですけれども、あ、これ2つあるのね、このオレンジ色っぽいのが、これ最後のまとめの講座で、これね、めちゃめちゃ講座長いんですけど、めちゃめちゃ長いんですけど、最後はこの担当ポイント攻略講座が皆さんがちゃんと聞けるようになっていればバッチリです。そう。もうこの15回はもうね、試験に出ることをギューって圧縮してるから。 これめっちゃ長い時間なんだけど、これをぐにュんンとして、ととととここだここにバシッてね、こう当てはめた。これが担当ポイント攻略講座。だこの講座を最終的にはもう繰り返し見ていただければ、今まで担当で出るポイントは抑えられます。そう。で、その時に、まあこれはあのウェブでね、まあ、あの配信なんですけれども、合わせてね、通学ですね。うん。これ担当ファイナライズっていうことでね、これどちらかとも最後にね、まとめた形を当ててきます。うん。なあ、そこはね、先週だったけど、先週って何だったっけみたいな。はい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 、みたいな。 いう形ででね一応今のところまあちょっとあのお願いしてるのはズームでもこれ配信したいと。だから通信の人ってさねやっぱりあのなかなかこう最後までね一緒にこうできなかったりするんでここはなんかこうズームにして。 で去年担当ゼミとかもズームでやってみたんですけれども結構ねズームの人もね参加できるのよ私が聞くのよねだこの問題じゃあ次ズームの人って聞くとズームの人があの答えを回答してくれたりするんでねんそういった意味での,、まあ、あの双方向のやりとりっていうのがね最後ではま,あまとめてできるかな当然まあ通学の人はねあのこの間っていうのが全部あの回数がありますからまあここも休み時間ですねとか使ってよく私は質問してねと分かんないことねあいっぱいあるから ど、うん、どんどん聞いていてほしですだ通学に通える方はね、えー、当然まあ質問する、まあ、通信であればあの私ツイッターとか、ね、そういうのもね質問受け付けてますのであのどんどん質問していただくと、うん、それで疑問点を回収していただくでできればこれね早めに講座を勉強し始めてほしいでなぜかまあ当然秋だからねもう時間がないっていうのもあるんだけどもう一個ねこの講座がねこれ、まあ、おまけっちゃおまけじゃないんですけど この入門講座いわゆるここの基礎力セットアップ講座の予習みたいな位置づけでこの講座が見れるんですよ。これ44回満の。そうでこれ講座自体は生講義時点で9月ぐらいから始まるんですけどそれまでにこれを見終わっていただくとかなり勉強として入りやすいです。うん、だからまあちょっとねもう実はこれもうビデオ見てる段階ではえもう9月過ぎちゃっているよとしているかもしれませんけれどももしも間に合うんだったらここをしっかり見ていただくと。 で最終的にね私担当って何かう自分よくこれモンって教材を使ってるんですねでこれモンっていうのがパンフレットのずずずずずずっとこう右に行くとこなあと私の講座ではこうよくあの使う教材でこれどうなってるかっていうと条文ごとに例えばこれ特許法のちょっとちっちゃいけどねこれ47条と48条なのよで47条と48条例えばこれ48条に関する過去問で47条ってこれ過去問ないのよってことはさこれ勉強しなくていいのそれめっちゃ大事なんだよねややっぱりねやー ないことが何なんだってのが大事なの。じゃないとさ、全部一緒に見えちゃうから。うん、勉強ってやっぱさ、最初の頃って全部重要に見えちゃうんだよね。私は基本的にやらないことやらないって言うから、もうこれ、ね、やらなくていいですうん、だってやるべきことがもっと優先的な順位が違うからね。だから優先順位は絶対支持していていつも。じゃあこっちをしっかりやってくれと。うん。で、四十八条は出てますよと。で、例えばまあこれこれポン一って書いてあるんですけど、これねこれポンっていうのは多分審査官に危機の規定がないですよっていうのがこれ同じ過去問なんです。 答えのポイントっていうかね論点とか言うんですけど。ってことはこの48条というのはまずこのこれン、言ってしまえばこの過去問でこれ,、ね、これ問っというのがね平成14年から令和5年まで令和4年5年までがずっと集まってる問題集なんですけれどもでその中で何回出てるかそうすると例えばここでこれ本っていうところをまずしっかりやっていただきたいと。でこれをね年内に潰せるとベストなのね。 やっぱりに繰り返し出てる論点繰り返し出てる問題点なのでこれが年内に潰せると便利でレアといいうのは今ままで1回しかか出たここがなややつだからこれを次にやっていきますでそれを1月ぐらいまで終わらせていく1月2月まで終わらせれば残り3月4月ですね34月で、えー、残りの条文の勉強とかしていくと担当の対策っていうのは完璧になってくるということになりますとはいなのでまあ基本的に過去問から逆算している形で自分は講座を考えていてで今ちょっと最後ねもう一回戻るけれども。 こ,のねうん、こういう形で、まあ、言ってしまえばこう、まあ、講座基礎力セットアップ講座から始まって担当ファイナライズ講座ですねと、うん、いうところで、まあ、通学通信組み合わせることによって、まあ、通信でねあの受けられるよって方は、まあ、通信メインになると思いますけれども、まあ、通学の方もね例えば家で空いてる時間っていうのはここでやってくださいっていう、まあ、そういうまあ隙間時間を使った勉強というのができますので、まあ、より、ね、勉強しやすい仕組みにはしていますと。 特に私はまあ本当にもう休み時間とか、えー、終わった後とかもと教室にこ座っそり待ってますから、うん、ぜひねあの聞いてあのわかんないことを解消してね、うん、やっぱあのより合格に近いレベルにねどん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 引き上げていただければよろしいんじゃないかなと思いますとはいあとはもう本当にね楽しく勉強していきたいと思ってます私は本当そこ楽しくないと勉強続かないと思ってますんでね、うん、あのぜひね来年の合格目指して皆さん一緒に頑張っていきましょう はい。というところで、私の方からね、一応秋の担当論文速習コースのご説明ということで、もしね、よろしければ一緒に勉強を頑張っていければなと思っています。それでは今回はこれで終わりにしたいと思います。じゃ教室で会えること、もしくはね、画面で会えることを楽しみにしています。で皆さん、お疲れ様でした。頑張りましょうね。